はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけでね、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単なことなので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日のお話はね、少し怖いお話と感じる方もおられるかもしれませんが、ちょっと話していきます。これ今だから言える、今だから話せることなんですけどもね、僕が体験した骨髄移植の直前のお話です。骨髄移植のためにね、僕が入院してた病院は11階建てでね、僕はその最上階の11階の個室に入っていました。僕がなった急性骨髄性白血病はですね、骨髄移植直前に 僕のその時の体の状態の場合はですけども、超大量高濃度の抗がん剤を体に入れるという、これから骨髄移植を行うための準備治療でした。骨髄移植する直前まで常に点滴が3本、体の水分を維持する24時間点滴と抗生剤の点滴と、あともう一つは何か忘れたんですけども、その合計3本の点滴がですね、腕に2本と首に、こっちかな、首に1本つながっている状態で、その何時間かに1回のペースで、その超大量高濃度の抗がん剤が間からね、入れるのがありました。その抗がん剤の副作用というのはすごい壮絶でした。高熱に1週間近く悩まされて、体中の粘膜という粘膜の障害が出て、嘔吐下痢は当たり前の状態で、口の中も口内炎どころではなくて、もう痛すぎて口が開かないほどのただれてる状態でした。で、たまたま家族が面会に来てくれた時にはね、その日のその時のその瞬間はたまたま調子が良かったんですけども、普通にこう喋ってる時にですね、いきなり突発的な下痢嘔吐に襲われることもありました。家族の目の前で部屋に備え付けられているトイレに飛びつき、本当に情けない姿を見せることになり、心配させてしまいました。そんな状態が続いたある日、僕はふと外が見たいなと思って、ベッドの上から窓側を見ました。その日はすりガラスでもないのにね、どこか薄暗く、まだまだ日中の明るい時間やったのに、お天気が晴れか雨か曇りかも分かりませんでした。少しでもこの気分を変えたいなと思っていたのに、どんどん気持ちが落ちてきました。僕がいた部屋の窓際には洗濯物や着替えを入れるロッカーがあります。キャスターのついたテレビ台があります。一人暮らし用ぐらいの冷蔵庫があります。窓を開けたいな、外の空気が吸いたいな、早く自由になりたいな、辛いな、しんどいな、もう嫌やな、あ、ここは11階や。もしも、
ここからと思った僕はテレビ台を動かして冷蔵庫を動かしていました。そして元にかかる鍵を開けてその窓を開けようとした、その時だったんです。あかん、絶対にあかん、何してんねんと聞こえたような気がして、窓側から中を振り返るとその3本の点滴のチューブが僕の腕と首を掴んで引っ張ってくれていました。その掴んで引っ張ってくれてた点滴のチューブが僕のことを引き止めてくれたんです。すごく痛かったです。で、その痛みで正気を取り戻した僕は飛び降りるのをやめました。そうや、あかんわ、家族、奥さん、子供が悲しむ、友達、オーナーの奥さんと子供たち、スタッフ、お客様が悲しむ、みんなが僕の帰りを待ってくれている。俺はこれからも生きていくために骨髄移植をすると決断をしたのに、俺は何をやってんねやと気持ちを落ち着かせることができました。数分経って看護師さんがこの部屋に回ってくる前に、テレビ台と冷蔵庫を元の位置に戻しておこうと思って、また窓際に行き窓の鍵を閉めました。その時に見えた空の光、あれは夕焼けでした。すりガラスのような窓から見えた少し曇った夕焼けやったけど、めっちゃくちゃ綺麗でした。後から気づいたんですけどね、病院の窓ってサッシに留め具がついてるんですよ。空気の入れ替えをする程度にしか開かないようになってたんです。もう本当にこれぐらいやったんですけども、もしあのまま窓を開けたとしてもね、結局僕は何もできなかったんですよね。まあ、そもそも抗がん剤や骨髄移植をする部屋っていうのはクリーンルームと呼ばれる無菌室なので、窓を開けることは絶対にダメだったんですよ。ほんで窓ガラスもまあ分厚かったんですよね。たとえ点滴棒でこうついたとしても、もう絶対割れないようになってました。まあやるだけ無駄やったってことやったんですね。まあそのようにね、僕の場合はそんな気持ちになってしまいました。その後、まあその経験があるので、その後の骨髄移植のね、 GVHD と拒絶反応はね、辛抱することができました。まあ今したこのお話はね、僕の体験したお話なので、まあ、どの患者さんも別に困難じゃないのでね、まあ、それぞれの患者さんによってはもっと軽いでしょうし、もっと壮絶かもしれません。まあほんの一例として聞いてもらえてたらなということでした。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。